国際生物多様性の日は生物の多様性が失われつつあること、またそれにまつわる諸問題に対する人々の認知を広めるために国際連合が制定した記念日である。毎年5月22日、この祝日は生物の多様性に関する条約が締結された日を祝うことを目的に定められたものである。また、 1993年に開かれた国連総会第二委員会において定められたものであるが2000年まではその日付はその条約が締結された日付である12月29日とされていた国連ではこの日の午前10時に森林破壊の解消のため食事を行おうと呼びかけておりこれにこうして各国地域では一斉に木を植える グリーンウェーブと呼ばれる植樹イベントが開催されている。なお、2017年のテーマは、生物多様性とサステイナブルツーリズムであり、2018年のテーマは、生物多様性のための行動の25周年を祝してであった。近年開かれたミレニアム生態系評価では、21世紀末までに気候の変化が生物の多様性を失わせる直接的で、 影響力のあるものになる恐れが大きいということが示されている。近年なされた温度変化の予想においては2100年までに摂氏一に4度摂氏5.8度の上昇が見込まれており、このことが生態分布の変化、種の絶滅率の上昇、生殖の周期の変化、植物の成長期間の長さの変化など様々な形で生物に影響を与えることが予想される。 ありがとうございます。